つまきりチャンネル、今日もポチッとありがとうございます。ということで本日の動画は、実のお父さんに男の子か女の子か性別のサプライズ発表をしていきたいと思います。実は私まだ自分の子供赤ちゃんの性別をお父さんに言ってないんですよ。 LINE とかで言おうと思ったんですけど、なんかやっぱりそういうのって直接伝えた方がいいかなって思っていたので、なかなか言う機会がなかったんですけども、今度お父さんとうちの旦那氏とご飯を行くことが決まったので、そこで報告できたらなと思い動画を撮ってみました。この日はお父さんがアイドルハウスっていうね、うちの事務所のライブが行われて、それを見に来てくれるんですよ。初めてね、そのアイドルっていうのを生で見てくれるんですけど、その帰りというかその夜にご飯の予定があるので、ちょっとそこでサプライズをしたいと思います。はい、では早速ですが動画を見ていただきたいんですけど、撮れ高がそんなにないです撮れ高がそんなにないので、まあって感じで、そんなに期待せずに見てはいただきたいんですけども、はい、こんな反応でしたっていう動画が撮れましたので、よかったら見てください。どうぞ。今日はお寿司に来ました。お寿司ということで、今妊娠もうすぐ7ヶ月なんですけど、性別が決まりました。そのまたサプライズ、その発表したいと思います。どうやって発表するんですか？赤いから、じゃあこっちがこれを食べたら女の子にします。ゆうちゃんが？ちゅうちゃん、お父さんが、お父さんに食べさせます。目をつぶって、反応みたいな。で、これは何ですか？それは置いておきましょう。それはね、微妙なんで。じゃあこれですか？こっちにしておきましょう。これ何ですか？はい、アジとか、サバとかじゃないかな？サバかな？イワシですかね。イワシ、じゃあイワシは男の子。はい、分かりやすいですね。イワシが、中トロかイワシなんでもうすぐ分かりますけどね。はい、なんか目つぶって食べてもらうね。想像ありますか？想像というか理想はありますか？理想、どちらがいいですか？どっちでも、どっちでも元気あれば。じゃあ行きますか。はい、ぜひやってください。あれ、動画のみんなはもう知ってんのかな？動画のみんなは知ってます。お父さんだけ、お父さんだけ今知らない。時系列がね、違うからね。そう、でも確かにお父さんだけじゃない。どちらでしょうか？どちらでしょうか？見ちゃった。ちょ、見ちゃった。でもね、女の子。赤い方が女の子、イワシが男の子です。女の子です。はい。ああ、すごい。女の子です。赤みか光り物ですからね。わかりやすい。ちょっと一緒だね。そうね。最初。一人目は女。今なんか一応お医者さんからは外見は女の子だよっていう言い方です。あったんですが、女の子だね。ゆうちゃん、女の子良かったもんね。女の子良かったし、育てやすいっていうし、あとあっちの、私のお父さんがめっちゃ女の子。めっちゃ女の子。うちが二人とも男の子、男の子で、いとこが女の子、女の子、女の子でして、なので、ずっと女の子欲しがってます。良かったね。はい、ということで、ほっちったー。慣れてないから。はい、ということで、まあこんな感じでお父さんらしい反応っていうか、まあ、俺喜んでくれたのかな、女の子で。どっちがいいって聞いた時に、多分遠慮してね、大体どっちでもいいって思ってくれてると思うんですけど、お父さんでも本当に女の子でどうなんだろう、嬉しい、まあ、うちと一緒だねって言ってくれたし、私が長女で下男の子で弟なので、多分本当にどっちでも
いいっていう思いは結構強かったと思うんですよね。自分がさ、だって女の子も男の子も育ててるから、男兄弟女兄弟とかだと、もしかしたらね、ちょっと男がいいとか女がいいとかって子供ではない性別を欲しがる可能性があるかなって思うんですけど、まあ、うちってと一緒だなっていう一言は安心というかね、お父さんとしても何かアドバイスとかがしてくれるんじゃないのかなとふわわーんとあるんですけど、まあ、自分のお父さんが私が生まれた時にどういう感じだったのかっていうのがさ、そんなに詳しく母から聞いたことないし、動画とかでも残ってるけど、やっぱりさ、お父さんってね、お仕事して外に出てるから関わってるのがやっぱりお母さんの方が多くなるじゃないですか。だから思い出もお父さんとの思い出ももちろんたくさんあるんだけど、小学校とか中学校とかある程度成長してからのお父さんとのなんか思い出っていうのが増えてくるから、本当に生まれたてとか赤ちゃんの時って記憶もないし、まあ、動画とか見てもお母さんばっかり、お母さんが映ってるっていうのばっかだったから、なんかそこがねちょっと自分も分かんないから、これから赤ちゃんが生まれた時、子育てする時に、なんかお父さんがどういうアドバイスをくれたり、どういうサポートしてくれるのかなっていうのがちょっと不思議ですまあ、そんな期待とかは全くしてないんですけど、ね、お父さんとちょっといろいろお出かけとかもしたいなって思うので、その時のお父さんのなんか様子っていうか姿もすごい楽しみもあり、不安もあり、なんかお父さんがちょっと幸せを感じてくれたりしたらいいなーって思いました、はい、なんか子育てのアドバイスとかがもし今後あったりしたら、旦那氏にも言ってほしいなと思うし、お父さん同士、働いてる人同士しか分からないことってあると思うんですよね。お母さんしか分かんないことももちろんあるし、いつも外でお仕事頑張ってくれてっていう立場の人同士で分かることっていうのもたくさんあると思うので、なんか家族ぐるみでそうやっていろいろ学びながら成長しながら子育てとかできたらいいなっていうのを思いましたはい、という感じでちょっとゆるい動画というか、はい、思いましたということで、皆さんももしこれから出産控えてる方とか、まだ転生別わからないよって方もねいらっしゃると思うんですけど、よかったらぜひサプライズ報告とかしてみてはいかがでしょうかそれでは皆さん、今日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。よろしかったらコメントといいねしてってください。ではまた次の動画でお会いできることを祈って、バイバーイ。